どうも、秋です。栄冠ナインやっていきましょう。はい、というわけで秋山高校秋の県大会2回戦ですね、続きやっていきたいなと思います。前回めちゃめちゃ強かったです。このままね、行きたいなと思いますので頑張っていきましょう。はい、では行きましょう。もう早速ね、いや前回の試合は本当に理想的な運び方でしたね。完璧だった。あれが打ってよし、守ってよし、走ってよしと、そういうチームをですね目指していきましょう。これ横田にして、横田3番にします。あ、市村の調子が落ちてるね。横田を3番にして、ウィンドブレーカーヨネクラが5番。うん、これでいきましょう。今度は三輪が2番ですね。はい、試合開始。三輪がね、ほんとミートパワー F20 とかなんですけど、打率5割残してますから、はい、ひたすら勝利を目指します。さあ行きましょう、秋田高校。の模様をお届けいたします。一塁側伊勢原、三塁側先行チーム、お願いします。守りに切っていきました。ご覧のスターティングオーダー、まあ前回よりはちょっとグラフはねちっちゃいですけどね。でも総合戦力 C なんで、ここ秋大会に当たる総合戦力 C は本当に油断しちゃいかん。ただ嬉しいのはピッチャーの能力はめちゃめちゃ高いですけど、絶不調ということ。はい、あれってか前回より強くないか、これメンツパッと見油断はできないですね。早球 F の C64 のクイック C の159キロでしょ。これは三輪と一番バッターぐらいしか走れないですね。三輪平林ですね、走れて。はい、加藤選手がいますね。いやー、秋山高校に入ってきたらものすごいいいピッチャーになるよ君も。よし、行きましょう。うん、横田もセーフティー4でもちょっときついだろうな多分。ちょっと待って、初回はやっぱり待て待て作戦でいこう。球数をね投げさせないと。よしよし、 OKOKOK、 狙い通り。うわっ、あっ、ちょっと試合が動いてますね今日は。ちょっと159キロピッチャーなんでね、ある程度球数投げさせることをね考えつつ、最初の方はやっていきましょう。低めボールだ、ピッチャーだ。いや、強い。ちょっと最近まで最弱高校の監督だったので、目の前の光景を疑ってしまいます。さすがにバントやめるか。あ、実質バントですからね、相変わらず。ピッチャーから一塁送球アウト。おいピッチャー打ってるね君。これ痛くそうだな、なんか止めらんないな、この番組このスクイズは。うっそー、だって今これ9月でしょ。6月の練習試合、総合戦力 B 相手に15対0、5回コールドで負けましたからね。しかもエースを出して。あの秋山高校だよこれは。チート使ってもこんなに強くなるんじゃないか分かんないけど、この数ヶ月で。まあさすがに勝ち投手の権利ぐらいは取ってもらいたいんで、この回までは投げさせることができるか。いや、あの秋山高校だぜこれは、偽りない、嘘偽りない、あの秋山高校でございます。ってなると、もうこの辺からファーストのローテーションやっていって、その育成っていうのを考えておいていいのかな。もうそうですね、なんか後手後手でつまんのが怖いんで、変に後手後手で詰まるの怖いからな。先手先手でいきましょう。打ちました。三塁ランナーホームに突っ込む。破った。ボールは中継。伊勢原一点返しました。村上後手後手になるのは良くない。先行。一年ピッチャーとかもこっちで出しとく。これが強豪校の戦い方です。育成と戦術をねしっかりと噛み合わせていくっていうのがやっぱり栄冠ナイン大切ですね。甲子園も本当に今年はでかかったのが、全試合全選手しっかり出した上で勝利できた。あれ、おい、ファーストできるやん、おファーストできるやん、ファーストうまいやんピッチャー。あー強すぎる。強すぎるよ。でもちょっとやっぱりね、セーフティー5だと総力 C60 いくつでどうなるのか試しておきたい。あ、惜しい。もうちょっと足上がるといけるんで、横田足上げましょ
この戦術が取れるようになるということですからね、すなわち。はい、じゃあ、もみ山からいきますね。で、沼田もファーストで出した。OK、これで全員出せる。で、守備に伝令ぐらいはやってもいいかな。ない。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。さあ、もみ山。この子はですね、来年、まあ、市村っていうね、本当に素晴らしいピッチャーがいるんでね、一つ上に。それにどれくらい追いつけるピッチャーになるかっていうのがね、ただやっぱり甲子園ね、決勝の舞台まで踏んでるわけなんで、その経験はでかいです、今後考えた時に。はい、でもうこの2年ピッチャーの後ろ2人を本当に育てているので、十分強いです。スタミナ合わせていいわけなんでね、エースがいるときは。ひどい信頼度が今まで試合出してきてた。宮本は普通に守れてますね。OK、これでまあ総力を上げてもいいでしょう。ただ前作と比べてファーストもかなりエラーするようになってるんで、あんまりファーストローテーションもですねやりすぎようと。これ柳井原は結構信頼度いいんです。あ、これ若林なら取れるんだな。取れないか。さすがに若林。あ、ちょっと待て、気づいてしまったぞ。今回も若林あれやってなくないか、急成長。実はこのチームの抑えエースは若林であるということを知らないだろう。実はこのチーム若林という素晴らしいピッチャーがいるんだ。前回も一人バッターからアウトを取った。肩強いね、さすがピッチャー。まあしゃあない、ちょっと強すぎるんでね、コールド勝ちしちゃうんでね、もう急成長無理やり使うしかない。柳原防御率いいっすね。 OK、 いや強い。まあめちゃめちゃ相手がね強いチームと当たらなかったっていうのもありますが、総合戦力 C 相手にしっかりコールド勝ち、もう余裕で連続で、ああ若林が2本もホームラン打ってる、できたっていうのも大きいですね。まあ、若林も強心体を持っていて、そのなんか自分で指示した時になかなか今作打ってくれないですけど、まあ、自分で指示しない時はね、もちろん打撃能力にねある程度比例して打ってくれるだろうというところで、まあ強心体も持っててパワーをね優先してまず上げました。それがね功を奏してきているかなというところでございます。いや、いい好循環、とりあえず素晴らしい。 OK、休もう。さあ、まあできるだけ打ち気はやっぱり増やしておきたいと。まあそこに頼るつもりはないけど、あ、受け入れないだから、やれることはやった方がいいですよ。はい、もちろんね。トップだ、置いとこうかな、なんかで使う方がいいよな、少なくとも。これ期待できんな、おい。クール、まあいいか。したたかクール、まあしたたか相手の調子下げられるんで悪くないですけど、ね、1,2,3,4,5 OK。 お、いいね。あ、でも5は良くないな。じゃあ4、あ、4ね、これは4行こう。あんまり何もないマステンション持ちがちなんで止まりたくないんですけど、やっぱ育成っていうのが僕の栄冠9においてはね一番なんで、やっぱり。もう米倉守備見やがり、いいね。ほいね、弾道上がるっていうことはエッジということでございます。はい、青マス全部踏むぐらいの意識でいきます。
よし、市村コントロール C 行こう。まあ球速も上げたいけどな。でもやっぱコントロール C ないのはちょっと致命的なんで、個人的に。はい、うん、コントロール C ないのは致命的っす。オフでいいや、球速上げるのは。でも、で、球速も140ないのは割と致命的だと思っている。呼吸アップ、ソルクアップ、熊谷パワーアップ。大沢は盗塁走塁 C ですからね、そこを生かしたいですよね。はい、で2番を、まあ、補給も E になるでしょうから、走力アップで走力 S にまず持っていきたい。はい、で騎士ね、シクールになったんでミートからあげようか。玉川走力 S 持っていく。で富士の守備上げたら使い道が出てくるんじゃないかと思っている。横田、横田なー、難しいなー。いやでも走力を上げておくことによってなんかありそうなんですよね、使い道がまた出てきそうなんで。平林はミートでいいでしょう。はい、さあ天才若林もミートで、萩野はまあバッティングだろうな。全部止まるぐらいの勢いでいきましょう。いや勝てっかな今回。もう一個ね、あ、まあ次になるかな。どうしよう、どうしよう、まあ時間によって決めよう、進み具合によって決めよう。よし、ナイスナイス。これ狙ってるの、まあ車内1個止まるしかないな。ナイス、オッケー、いいね。そうそう、大会前にそれを狙いたいの今。よし、玉川のテンションナイス。3が多いな、パッと見で、まあ、ここで練習効率上がっても青止まるかな。よし、まあまあちょっと上がったけど、青マス全部止まんで、ショップ店員ですよ、もちろん。騎士はプロ行かないかな、どうだろう、微妙なラインですね。よっしゃ、テンション上がりまくり、ナイス。プロはいいと。さ、1がないんで基本アイテム職人の方を中心に止まりたい。マヒョバ C か、微妙なラインだな。まあ総合戦力 C だとね勝てると思うんですけど、 B になるとまたねかなりレベルはグッと上がるかなと。もう試合行きましょうか。んで、まあインターバル走をやって、青マスもう一回振りに行こうか。テンションかなり上がってるんじゃないかな、これで。どうでしょう、まあ1個だけあるんで、まあエースには絶対使うな。もうちょっと見れないからこのまま行こう、あんまり気にしすぎもよくないからね。はい、4がちょっと多いかな。ベラン行こう。まあこれはもう天才若林でいいでしょう。で4番と、まあ OK ですね、調子もそこそこいいし。あ、で冷静に思った、大沢と岩井を比べて岩井の方がかなり調子がいいと。これ岩井出せよと、なんで大沢にこだわるんだと。絶好調だぞ、岩井出そう。よし、スタメンね、 もちろんスタメンの方が長いイニング活躍すると思うんで OK、 いきましょう。試合開始。よし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 、勝つぞ。とりあえずね、ここさえ勝っとけば、まあ、次もし負けたとしても選抜の可能性がありますから。はい、第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側笛吹き、三塁側先行チーム、拍手に送られて守りに散っていきました。
さあどんな戦いを見せてくれるのか。よし、そこ戦力し、ただ油断はいけない、本当に難しいからね今作。もう分かってますよ、もう分かってる、さすがに何年間もやってきてね。はい、150キロだけどコントロールめっちゃ悪いぞこいつ。でスタミナもないんで、まあ、序盤球数投げさせておいてだな。まあ、大体エースが一番強いですからね、どう見ても。あ、小林選手がいる、これは強い。あ、お堀内投手もいる。ただやっぱりエースが強いんじゃないかな。急成長、この打席で急成長できる。今セーフティー、若林はね指示しても打たないんで、完璧にヒットを打ちに行きます。 OK、 そのために足を上げました。よしよしよし、さすがに打たせるか。そろそろみんな若林が打つところをね見たいんじゃないかなと思うので、打たせましょう。バボンとホームラン打ってくれ。なんだかんだ率を上げてきてますからね。ただ本当に率を上げることを考えるとセーフティーやっておくのがいいかなとも思いますけどね。はい、まあ、ミート打ちもたまにはやらしてみましょう。強振対応で、普段は強振で打ってるだろうで、たまにはミート打ちもさせてあげようよ。今のは冷静に待てを使うべきでした。これでワンアウト、ランナーはありません。ダメだ、集中していこう。さあ市村頑張ってますけど、ちょっと球数多いかな。ラッキーボーイここで使おう。ここしっかり抑えましょう。伸び A になったからね、これで。でもほとんど点取られてないですよね、多分この大会。おっと、あの BA がせっかくの。取れる、勝つたではない、三輪だお前は。これはバグだ。さあ代打出すのかどうするのか。7回789と、あと3イニング残ってるわけですよ。さっきスタミナを上げたわけですよ。このままいきまーす。そして3割6分4厘も打ってる選手なんで、バッティングいいですよね。オッケーオッケー、もうバントさせますけれども。でここはこうやってもう使ってカードすぐ交代させる勢いでやってやると。ファーストにレギュラーはいない。バントでもいいんですけどね、パワーしついたんで打たせます。そこを信じて、よし、オッケー。でダイソー出しましょう。育成枠でもあります、ファーストは。同時に、まあ、ダイソーというほどのダイソーはいないんで、まあ、大沢がちょい早いぐらいですけど、盗塁やって、まあ、出したところでなんで、はい、まあ、1年ピッチャーですね。まあ、もみやまはもう戦力なんですけど、その他はそんなにあれではあるんで。セーフティーバントですね、これ。これ確かバントつくよね、バント職人、OK。で、セーフティーバントだ、これは。待て。決まった、これは決まった。平林の足の速さ、まあ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 、スクイズ。セーフティースクイズってやつです、これで。で、まあ、三輪はもう鼻から打たせる気ありませんから、これ。さすがに。ここはもうこういう選手です。率落ちてきてるんで、やっぱ打ってないな。2番か、本当に。っていう問題はある。本当に2番か、三輪。育成ラジオンが。下げてもいいな、次の試合。最近打ててないなら、5割何分あったのか。それってことは結構。もうこれ打たれた瞬間交代で考えます、市村。うん、打たれた瞬間交代ですね、これは。まあでも、今のイニング、点取れたのは大きいけどな。変えましょう。もみやまはタイピンチ D。タイピンチ C。ここはタイピンチ C の藤平でいってみます。はい、オッケー、タイピンチあった。9打線取れ、ダメだ。ゲッツ、あーかー、くそー、やばいぞ。
なら使うな、さすがに。よし、オッケーオッケー。この回しのげ、しのげ藤平。やばい、めちゃめちゃ捕まってる。もう一人打たれたら変えます。これやばいやばいやばい。これやばいぞ。柳原いくか。いや、同点までいいよ、同点までいいよ。週刊にしとこう。投手交代はですね、結構変えますからね、流れを。悪い流れを断ち切ってくれ。これで外、野球は外中心ね。ファースト取れる取れる、オーサー取れる。うわー、なんか不運。やばい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 。ん、なんだこいつ、途中から入ったのか。サイドゴリゴさすがに当たり速でのセカンドゴロ。あー、そっちでちょっとさ、まあ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 、先頭チームここで一回落ち着きたい。これで逆転されたけど、まだ2イニングある。そこで点取ればいいんだ。もうちょい組み行こう。うわー、急に打つなー。フェスティリードを2点に広げます。6対4。しゃあない、分かってるんだ、こういうゲームだって。さあどうするか。ここは信じるか。いや、この足の速さでしょ。今までやってきたので一番良かったのはやっぱやるべきだ。この足の速さでしょ。セーフになる。あ、そっち打った。わか、一塁アウト、スコアリングポジションになる。まあでもこれで繋がる繋がる。エンドランやるしかねえよ、こんなの。他のカードが悪すぎるよこれ、さすがに。かける、とりあえず1点返そう。先行チーム、なおもチャンスが続きます。さあ、いやもうこれかける。5人、頼む、打ってくれ。岸、岸打ちました。セカンド正面、竹澤取った。一塁送球、走れ。うわー、気迫を見せましたが、ここやばい。お祭り、お祭り男の本領を発揮することができる。セーフティーだな、今までやってきた野球を信じるなら。次の投球、投げた、セーフティーバントだ。キャッチャー掴んだ、一塁へ送る。ダメやん。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー柳原。藤野の方がいいのかな、これは。バッターは代打藤野。さあ、お祭り男の本領、カードが悪すぎ。ピンチヒッターは熊谷。カード悪すぎ。代打は萩野。よし、さあ思考を研ぎ澄ませていきます。頼む、負けたくない、こんなとこで。うわ、あの回本当にクソ崩れたな、ピッチャー陣。投球これから2球目。高めいっぱいストライク。バッター追い込まれました。頼む、頑張って萩野。投げた、
打ちました。よし、オッケー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 。ないでしょ王様。まあまあでもここは出しとかないとダメか、やっぱり。あ、でもピッチャー残しとかないとな、裏の攻撃もあるわけだし。そうだな。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。王様頼む、頼む王様。投げた、外角高め、直球は外れても、こっから逆転して奇跡を見せよう。投げました、打ちました、いい当たり。よし、オッケー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 。やばい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 、危ない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 。セーフ、セーフ。奇跡見せよう、奇跡見せよう。これは冷静にセーフティーでしょう。このカードの悪さでセーフティーが5。第9投げました、見送ってストライク。これはもう平林は一番バッターなんでね、そういう選手です。第2球投げました、よし、これはセーフだ、さすがに。これはさすがにセーフだ。よし、オッケーオッケー。さあさあさあ、三輪、うわー、チャンス A だけど。でも詰まってるからな、セーフティーも怖いな。打たせるか。3だったらセーフティーさせた。外を際どい、5だからな、引っ張り。意外性も今働いてる。投げました、見送ってポール。1球までいきます。投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。サードランナーちらってみた、投げた、直球決まってストライク。いけ、ミワ。第5球投げた、よしよしよし、いけいけ。第6球を投げた、よっしゃ、ナイスミワ、ナイス戦、ナイス戦。よし、堀内絶不調。ネクストバッターサークルには若林。犠牲フライももちろんあり。阿部ヒ犠牲フライ、ああ、いや、でも犠牲フライとミート落ちが非常に相性が悪い。第9投げた、初球はチェンジアップ、空振り。王様か。第2球ただのカーブ、ボール。うわ、微妙、スクイズでもあり。いや、犠牲フライ5を信じる。米倉だ、米倉だぞ。あのウィンドブレーカー米倉だぞ、バッティングのいい。信じるんじゃなかった。これでツーアウト。で、天才若林か、ここに来てね。これは打たせんとあかん、これは打たせんとあかん。第9投げました、初球から打ってた。よっしゃ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 、追いついた追いついた、ナイス、さすが天才若林だ。さすが天才横田。さあ横田、さあ究極の思考が解き放たれることになる。バヒね。第9投げました、ボール。ちょっと1球待て、ちょっと1球ちょっと挟みましょう。第2球ボール。堀内絶不調で、まあ、コントロールはそんな悪くないけど。投げました、3球目ストライクっていうところですね。いけ横田、3球目打ちました。超えろ超えろ超えろ、これ抜ける。よしよし、まれ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 、三輪か、三輪か、お主。イエス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 、タガスクリニック。よし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 、究極の、ここはちょっと思い切ってもヒットエンドランかけます。第9ランナースタート。超えろ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 、超えてくれ超えてくれ超えてくれ。まあでも2点取ったけど、あと1年ピッチャーだ残ってんのが。滋賀から行くね。もみ山を後ろに残した方がいいでしょう、どっちかというと。うわー、すげえ試合になってきた。今日はここまで。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。第9もしかしたら、もう見てるって、見てるって。いや、もうしゃあない、そこはしゃあない、もう全力尽くしてきた試合だから。ゲッツ！ナイス！ナイス、ミワ！さあ、もう、もみ山に任せようか。頼む、もみ山！お前は甲子園で戦ってきた選手だ。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。ストライク取ってオッケー。いや、もみ山はそんなには悪くない、ピッチャーとしても相当期待している。ゲッツ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 、勝てんのかこの試合。すげえすげえよ、秋山高校、すげえよ、おめえ、お前たち最高だぜ。
いきなりタートルトークになる。いやーすげえ。いや、ベストゲーム今までの。いやー最高。いや、栄冠ナインっていうゲームがもう最高っすね。楽しい、最高。これぞ総力戦。いや、代打の代打の代打、あそこでいいカードが出るまでもう思い切って出していったところ、あれヒット打ちましたよね。で、まあこのうまく融合できましたね。その今までやってきたセーフティーバント作戦、セーフティーバントをさせる選手と、まあ最後その若林はじゃあどうするんだと。まあミスったのが米倉はスクイズだったかなと思うんですけど、あそこ満塁で詰まってたんでね。で、あれサードランナーが走力 A とかあったらスクイズしたんですけど、まあ D っていう微妙なところ、まあそこはちょっと僕のハイミスだったかなとも思うんですけど、いやでも野球っていうのはね、常に成功するものではないというところで、この試合の MVP は天才若林です。やっぱあそこでヒット打つのがすげえ。あそこでヒット打つのがやっぱすごい。さすが天才若林というところで、もう興奮冷めやまぬ中、今回はね終わりにしたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画最高だったよという方はね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録していってください。いや、久しぶりに本当に手に汗握る戦いできましたね。まあ去年のね夏はさすがに弱かったんで、魔物なしはとても勝てるチームではなかったんですけど、魔物なしですよ皆さん。魔物なしでね、ついにこういう試合できるチームになってきました。ぜひ引き続き皆さんね、高評価コメントで応援してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。